夢の胡蝶を探しに出かけた私は道に迷って不思議な雰囲気の人と出会った。オイラの名前はリクって言います。陸に上がった海賊って覚えといてください。その海賊さんが置いてった刀のせいで私は泥棒と間違われる。しかも捕まった先のお屋敷には司教の一人、旧鬼の手下妖怪たちが待ち受けていた。次回、汎用のヤシ姫、リンゴの出会い。お気に召しましたか、姫様。